最新の FRB データが示す家計資産の増加 FRB が水曜日に発表した消費者金融に関する最新報告書によると、米国人の富は2019年から2022年にかけ37%増加したということ。アメリカ人の富は驚くべきペースで蓄積されているんです。最新の消費者金融調査によると、米国世帯の純資産の中央値は192,900ドルに増加。3年前は141,100ドルだった。この急激な富の増加ペースは FRB が現代の調査結果で記録した3年間の 増加額の中で最大ということ。この増加ペースは過去最速の2倍以上だったということなんです。水曜日に発表されたデータは2022年3月から12月の間に実施された調査によるものです。アメリカ人の純資産が急増したのは持ち家率の上昇、住宅価値の上昇、株価の上昇、投資への全体的な参加の拡大、所得の増加が寄与したんです。FRB のエコノミストは住宅を所有したり株式市場に参加したりしているアメリカ人は2019年から2022年の間に富を築いた可能性 が高いと述べた FRB によれば、住宅所有率は人口の66.1%に上昇した。そして投資活動も活発化した。現役世帯の約3分の2が2022年の調査期間中に退職年金に投資したと回答している。また、アメリカでは今、過去最高の58%の世帯が株式を所有しているというのが発表されていました。これは2019年の52.6%から上昇し、金融危機直前の2007年の53.2%を上回っています。FRB によるこの調査は3年ごとに発表ています。 発表され増加の主な要因は投資信託やその他の口座を通さない株式の直接保有によるものであることが示された世帯の平均投資額は2019年から14%上昇489,490ドルとなったそうですパンデミックの間連邦政府の景気刺激策の小切手の流入とロビンフッドのような取引アプリの台頭が相まって個人投資家が市場に資金を投入することを促したそして余剰資金が堅調な個人消費の原動力となっています支出の伸びは2022年の水準 水準からやや後退したものの6ヶ月平均の5.4%は2020年2月の流行前の水準である3.1%を大きく上回っているしかし金利上昇が消費者にのしかかり購買力が制限され続けているためエコノミストは米国の家計がいつまでこの支出を維持できるか疑問視しているさて話を戻すと今回発表された frb のデータによるとアメリカ人の富がここ数年でかなり増加しているということなんです富が増加している主な理由は持ち家率の上昇住宅価値の上昇 株価のののの上昇、投資への全体的な参加加拡大、所得の増加とと。いうことアメリカでは不動産投資、株式投資をしている人たちが順調に富を築いているんです。そしてそういったものに投資している人たちの割合がどんどんと増えているということなんです。<music>